ありますよ。29歳童貞に筆下ろししたことありますよ。まあ、あの29歳童貞は、まあ確かにちょっとこじらせてる感もあったな。素人童貞やけど。めっちゃその、めっちゃ好きになってくれた。めっちゃ好きになってくれた。付き合ったしな。でも、なんか2年くらい経ったらなんか、その時、私18、19くらいで、俺29歳童貞だったけど、18、19くらいの女に相手されたし、俺もっといけるんちゃうみたいな感じで、なんか調子乗り出してさ、なんか他の女行こうかなみたいな匂わせてきて、だるかった。まあまあ、まあ、そいつはもう、何年だったか ?2 年くらいして別れたけど。そうなんよ。なんかさ、童貞ってさ、一人うまいこと言ったらもっといけるんじゃんってなってくるやんか。めちゃくちゃムカつくねんな、ほんまに。いけるわけないやろ!お前そんな童貞のお前やから、私は相手にしたんやぞって何調子乗ってんねんみたいな。それで肝だったな。